本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます本ようやくチャンネルのたけみです本日は岡崎勝弘さんのお金に困らない人が学んでいることという動画より学びをお金に変える最強のテクニックという部分をピックアップしてご紹介していきたいと思いますこれからの変化の激しい厳しい時代を生き抜くためには学びが必要であるそんなことはうすうす皆さんわかっているでしょうですがその学んだことをお金に変えるテクニックまで学ばなない なければお金を稼ぐことはできないんですというわけで今回の動画では学びをお金に変える最強テクニックを2つご紹介しております一つ目はノーリスクで始められることは即実行する二つ目はあなたの学びを必要としている人がどこにいるのかを見つけるというものですこれはとても重要な知識だと思いますのでぜひ最後まで見ていってくださいそれでは切り抜き動画スタートですさてこれからののの変化の激ししいい不景気の厳しい時代を生き ていくためには学ぶことが重要だというのは皆さんなんとなくはわかっているでしょうもちろん学ぶことは超超重要ですですが単純に学んだだけではその学びはすぐにお金に変わってくれません学ぶことは大前提としてその学んだことをお金に変えるテクニックも 同時に知っておく必要があるんです。ではここから学びをお金に変える最強のテクニックをご紹介していきたいと思います。まず紹介したい学びをお金に変える最強のテクニックはノーリスクで始められることは即実行するというものです。さてまず皆さんに質問です。会社の給料以外の収入を得るのは 簡単なことですかそれとも難しいですかこのように聞かれると 大抵の人が難しいと答えるのではないでしょうか難しいと思ったあなたはまずこのマインドを変えるべきです思考は現実化します難しいと思っていることは実際に難しくなりネットで副業などと検索した時も難しいと思いながらあなたは検索するわけですから自然と副業は難しいといった情報ばかりを集めてしまうんですですが 現実を見渡してみてみください果たして会社の給料以外の収入を得るのはそんなに難しいでしょうか例えば個人で経営している飲食店はたくさんあるし SNS を除けば多くの方が副業で活躍しております 実際に会社以外から複数の収入を得ている人はたくさんいるわけですから実はそんなに難しくないということがわかるでしょう人は環境の生き物です給料だけで稼いでいる人ばかりと一緒にいたら給料以外で稼ぐのは難しいというマインドになってしまいますでは給料以外で稼ぐには具体的にどうすればいいのか学んだことで稼ぐにはどうすればいいのかそれはズバリノーリスクで始められることは 即実行すすることです例えば著者のもとに次のような質問が届きましたオンラインでフランス語教室を開きたいと思っています半年後からスタートするために何を準備したらよいでしょうかさてこの質問に対する著者の答えは半年も待たずに今すぐやってくださいというものになります多くの人は「 完璧に準備がが整ってからスタートすすることを望みますが完璧だと思ってスタートしても実際には完璧になっていないことが多いですそして初めから完璧を求めすぎると結局動けずに時間がかかりすぎ準備をしている間に挫折をしておそらくフランス語教室などを始めることができないでしょうまた本当に解決するべき問題やどうすればより良いフランス語教室が運営できるのかといったノウハウなど 実際にフランス語教室を始めて問題にぶつかってみないとわからないんです。準備段階で あれこれ考えてもわかりません。ですからとりあえず始めてみること、そして問題が出てきたらそれらを一つずつ解決しながらブラッシュアップしていけばいいんです。そしてなぜフランス語教室をオンラインでやる場合に今すぐ始めた方がいいのか、それはリスクがないからです。オンラインの教室ならばほぼゼロコストでスタートすることができます。 たとえお客さんが集まらなくてもあなたがお金を失うことはありません。これが例えば飲食店を開業する場合などだと飲食店の開業費用がかなりかかってしまいますからリスクがあるので今すぐやれとは言いません。ですがノーリスクのものは別に失敗したってリスクがないんだからとりあえずやれよということです。オンラインのフランス語教室に限らず例えば YouTube を始めたりブログを書くのもノーリスクです。今の 今の時代はありがたいことにテクノロジーの進歩によってゼロコストで始められるノーリスクで始められるものが結構たくさんありますですからこれはリスクないなぁと思ったら今すぐに始めるんですこれが学びをお金に変える重要なコツなんです ではもう一つ、学びをお金に変える最強のテクニックをご紹介して、この動画を締めたいと思います。それは、あなたの学びを必要としている人が、どこにいるのかを見つけなさいというものです。当たり前ですが、お客さんのいないところで商売をしても、誰もお客さんは来てくれません。ですから、 あなたが自分の学びをお金に変えていくためにあなたが学んだことを必要としている人が一体どこにいるのかをしっかり考えることがコツですそして必要としている人がどこにいるのかを探るためそして自分とのつながりを作ってもらうために SNS は必ずやらなくてはいけませんただし SNS といってもそれぞれ特徴があるので目的に沿って選びましょうまずそれぞれの SNS を使っている人たちの属性 が異なります例えば Facebook は40歳以上の会社員や経営者何らかのビジネスをされている方が多い SNS ですですですから20代向けのアパレル販売に Facebook を利用するのは難易度が高いですそして Instagram は10代後半から20代30代前半が中心です ですからこの層に対するサービスや商品を提供することを考えているならインスタグラムを活用するべきですそして10代に最も使われているのが TikTok ですただしここを対象にお金に変えることは難しいでしょうから自分のサービスや今後の展望に沿って効果性を考える必要がありますこのようにね学びをお金に変えるためにはただただやみくもに SNS を利用するんじゃなくて目的別にしっかりと SNS を使いこなしていく 必要があります このように言うと、SNS 苦手なんですとか、SNS は更新が大変ですという人がおりますが、正直、あなたがこれから個人でお金を稼いでいきたいのなら、SNS は避けて通れません。なぜなら、SNS をうまく活用できれば、広告費がかからないからです。広告費を大量にかけられる大手企業であれば、わざわざ SNS を活用する必要はありませんが、個人が広告費をかけずにできる SNS は弱者に 与えられた最強の広告ツールなんです。 あなたは何か自分の商品やサービスを提供したいと思った時にそれに大手企業のようにいきなり何千万何億円もの広告費をかけることができますかできないでしょうじゃあどうすればいいのか SNS を活用して自分で広告宣伝するしかないんですだから SNS は必須であると言っているわけですそれでは3件の内容をこの辺でまとめておきたいと思います3件では学びをお金に変える最強のテクニックを2つ紹介しました 1>, 1つ目はノーリスクで始められることは即実行する2つ目はあなたの学びを必要としている人がどこにいるのかを見つけるということでしたそれではまた次の動画で皆様に会えることを楽しみにしております本日はご清聴ありがとうございました